大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりポリスノーツを上映いたします。最後までごゆっくりとご鑑賞ください。2010年、人類初のスペースコロニー、ビヨンドコーストが完成し、人類の宇宙への本格的進出が開始された。2013年、コロニーへの一般市民の移住に伴い、数十万の移住者たちの治安を守るため、俺たち5人の宇宙訓練を受けた警官が選抜された。イギリス・スコットランドヤードからゲイツ・ベッカー、日本の警視庁からジョセフ・サダオキ・徳川、アメリカ・ニューヨーク市警からサルバトーレ・トスカニーニ、そしてロサンゼルス市警から俺とエド・ブラン、世界中の警察からえりすぐられた俺たちは、警察権限を持つ宇宙飛行士としてポリスノーツと呼ばれた。